今日来ましたよ。目白自動車です。 JU 埼玉、うちが一番最初にオークション会場入らさせていただいた場所ですね。コルソです。ナンバーがいいですもん。772233、ね、もう希望ナンバーじゃなくてこれだけ揃ってくれちゃうとですね、もうナンバー外すのが惜しいんじゃないかと。もう7コレクターの方たちがもうね、7ナンバーコレクターたちがこぞってきちゃうかもしれませんね。もうね、今、お客様の方からのご依頼でですね、お預かりさせていただきました車両です。いろんな思い出がありますけど、なんつってもやはりデザインが昭和から続いてるっていうんですかね、この、で、さっき小林が自信持って言ってましたけど、ボールが、ボール、細かく動かせるのがいいですね、こうね。お体、小さめの方乗られてたんでしょうけどね、薄い汚れとありまして、もう6万5千キロというめちゃくちゃ距離も少なくてですね、やりたいですけど、このデッキすごくないですか、これの。トヨタっすよ。トヨタの6ディスク CD チェンジャーのデッキっすよ、もう。これ。マニアたまんないっすよ、なんかね。すっごいっすね。これ何入ってるんでしたっけ？救急道具じゃないっすよ。これが CD だったり。まさか。とりあえず、後ろ開けてみましょう。詳しくないですけど VITX なんで集中ロックとかついてるのがそうなんでしょうかね。なんかバンパーも黒バンパーあったような気がしましたよね。これなんかモールいいのついてますしね。さっきのチェンジャーだったのかな。ああ未使用っすね。未使用ですけど工具がない、工具なしですね。一応この会場でもしですね、出品を見られる同業者様も YouTube 見てるみたいですから、え、会場であったら声かけてください。もう締め方もザッ、なんかちょっと荒くなっちゃいますけど、クリーンボックスやっぱ違いますよね。チェンジャーも使えるデッキを入れたというだけでしょうかね。ゴリラ使ってましたと。はいはい、コインケース、1500の方なのでパワーがあります。この震え具合がたまりませんね。動画でと多分ニョンニョンニョンぐらいでしょうけど、実際もドロロロロロロロって震えてますかね。これドロロロロロロロって本当すっごい振動ですかね。これ本当すんごい速いですかね。野球の愛好選手がオールスターに出た時、夏のですね、オールスター見た時 のインタビューで緊張して足がバイブのように震えてって言ってたっていうのをなんか思い出しましたけど、電動格納ミラー左不良、もう全然こんなのはいいでしょうか。あ、これ亀裂付きですよ。亀裂付き押して引くと、そして集中も使いました。集中は使えるんですけど、ここを押すと集中効かないんですよね。こういうことあるんですか？ここは使えるんですよ。ほら、ほら。ここは使えるのに、ここだけはダメなんですよね。え、鍵でやったらどうなの？ちょっと、効くんですよ。不思議っすよね。ここだけ押すと、閉まんないんですよ。ああ。社外アンテナ積んであったのかなと思って、みんな社外アンテナにしたら変な色だなと思って、そしたら見たら、いやアンテナこれついてるしなと思って、で、え、じゃあアンテナなんかおかしいのって、あ、引けますよ引けますよね。これじゃピョンって抜けちゃった時のショックがあれなんで、じゃあこれ何って、これえアンテナの先っぽみたいになってる、あ、これ、朝顔のあれじゃねえですかねってね。
朝顔の魔法がなんか入ってるだけだと思うんですけど、これ一応あのつけときますんで、あの落札していただきました同業者さんもぜひネタで使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。あとナンバーあの抹消で出品しますんで、33年1月までございましたが、ぜひあの輸出業者様、あのラマダンは終わりましたでしょうか。ぜひあの国内需要のないお車の落札価格がすごい下がっていて、とても寂しく業者オークション取引やっております。ぜひ、活発な落札入札をお待ちしております。ありがとうございました。